皆さんこんばんは、ゆうくりすです。今回は7000系普通機動車走行集第2弾を作りました。ゆっくり見ていってください。それでは行きましょう。シュシュポポ。伊予土井駅15時26分着松山駅2両編成です。松山駅 C49 分発伊予西上行き2両編成です。多度津駅17時51分発快速三ポート高松観音寺行き2両編成です。浅波駅10時13分発高松行き2両編成です。松山駅7時44分待機線に移動します。2両編成です。浅波駅10時38分発松山行き2両編成です。伊予土井駅15時27分発松山行き2両編成です。松山駅7時23分発今治行き2両編成です。浅波駅10時12分着高松行き2両編成です。観音寺駅15時34分着観音寺行き2両編成です。多度津駅17時25分待機線に移動します。1両編成です。多度津駅16時2分発三ポート高松高松行き2両編成です。松山駅15時57分待機線に移動します。1両編成です。川野駅16時17分着多度津行き1両編成です。多度津駅13時43分着快速三ポート高松松山行き2両編成です。多度津駅17時34分発観音寺行き1両編成です。多度津駅9時25分待機線を移動しています。1両編成です。多度津駅9時51分発快速三ポート高松高松駅2両編成です。
多度津駅9時52分発伊予市行き一両編成です。箕浦駅12時42分着高松行き二両編成です。松山駅回送列車となり車両基地に戻ります。一両編成です。丸亀駅12時37分着快速サンポート高松松山行き2両編成です。多度津駅9時50分発快速サンポート高松高松行き2両編成です。多度津駅17時47分着快速サンポート高松観音寺行き2両編成です。豊浜駅12時53分着高松行き2両編成です。伊予土井駅15時58分着観音寺行き1両編成です。豊浜駅16時25分着松山行き2両編成です。豊浜駅16時29分発多度津駅一両編成です。丸亀駅12時38分発快速サンポート高松松山駅2両編成です。丸亀駅9時20分発高松駅2両編成です。多度津駅12時43分着快速サンポート高松松山行き2両編成です。豊浜駅16時28分着多度津行き一両編成です。多度津駅13時44分着快速サンポート高松松山行き2両編成です。箕輪駅14時51分発松山行き2両編成です。伊予三川駅13時25分着高松行き2両編成です。豊浜駅11時46分発今治行き1両編成です。伊予三川駅13時26分発高松行き2両編成です。
観音寺駅15時21分発快速サンポート高松高松駅ユリオ編成です。多度津駅13時43分着快速サンポート高松松山駅2両編成です。朝浪駅10時34分着松山駅2両編成です。松山駅15時54分着松山駅1両編成です。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。